おはようございます。やんちゃです。2023年10月27日金曜日の朝です。タイマー15分、よいしょ。15分の朝です。タイマーで、はい、朝です。タイマーよろしくお願いします。運動、はい、やりますか。タイマー3分30秒、3分30秒のカウントダウンを開始します。はい、お願いします。きつ、スクワットと腕立てそれなりにきついんすよね。死ぬ。今日の天気、今日はしばらく雨は降りません。おう、なるほど。最高23度、最低13度で、明日もそんな感じ。はい、まあ最近安定してますね、気候は。さてと、何何、興味関心に関するアンケート、ご協力のお願い。抽選でアマゾンギフトカード3000円申請。ほう、まあいっか。今日の朝刊、何何、まず一面が世界の中銀利上げ天気。ほう、欧州中銀11会合ぶり見送り。ほう、なるほど。世界の中銀って何？欧州中央銀行は26日の理事会で11会合ぶりとなる利上げ見送りを決めた。ほう、なるほど。ようやく利上げが止まるということですか。ひー、大変。あ、キオクシアとアメリカのウエスタンデジタルの統合交渉打ち切り。合意を目指して交渉を進めていたが打ち切られた。なるほどね。韓国 SK ハイニックスの同意が得られず。なるほどね、そういうことですか。次。佐川宅配便 7% 値上げ、運転手確保へ。なるほど。まあいわゆる物流2024年問題に対応するためですかね。まあ大変そうですね。次、半導体脱中国5年の計。ほう、米韓対企業の輸出規制を無期限猶予。ほう、なるほどね。お、何これ、 DX 高校に専攻。ほんほん、文部科学省は全国の高校の 2,3 割にあたる専攻をデジタル教育の拠点校となる DX ハイスクールに指定する。ほう。DX ハイスクールめっちゃいいな、名前が。ほう、なるほどね。全小中学生に配った学習用端末の更新費を含め小中高のデジタル環境整備に約5年で6000億から8000億投じると。ギガスクール構想でしたっけ。まあ、うちの子供たちもみんな Chromebook を配られて家で使ってますけど、まあ、結構いいですよね。ぐぐきつい、きつい、はあ、特にきつかったな今日。シュシュ、はい、そしてけん玉、よっと、やりますか。けん玉検定準初段の練習、止めけんから2分の2、よいしょ、3分の3、4分の3、5分の3、よいしょ、6分の4、7分の5、8分の5、よいしょ、9分の6、よいしょ、10分の6、ちょっといまいちか。はい、飛行機1分の1、
1/2、うわ1/3、やばいやばい、落ち着け、よっと1/4、お1/5、よっと1/6、よっ1/7、はい、よいしょ、お1/8、よし、お1/9、よっ1/10、危ねちょっと慎重にやった、ほ1/1、2/2、3/3、4/4、はい、ほ5/4、ほ6/5、よいしょ、は7/6、8/6、9/7、よいしょ、10/7、まあこんなもんか、よいしょ、剣一周、1/1、2/1、よいしょ、3/1、よいしょ、4/2、よいしょ、5/2、よっと6/2、やべ、7/3、よいしょ、8/4、よしよし、よいしょ、9/5、よいしょ、10/6、はい、次日本一周、1/1、よいしょ、2/1、3/2、よいしょ、4/2、5/3、6/3、よいしょ、7/4、はい、よいしょ、8/4、9/4、あれ10/5、次世界一周、よいしょ、1/1、2/2、よいしょ、3/3、よっと4/4、よっと5/5、よし、6/6、7/7、よいしょ、8/8、よいしょ、9/8、よいしょ、あ10/8、次が東大、よっと、うん、1/1、うわわでいいのかな、微妙だなゼロとしておくか、1/0、2/1、よいしょよいしょ、おわ3/1、よし、よっと4/2、よし、5/3、よし、よっと、おっと6/3、よっと7/4、はい、よし、ほっ8/5、よし、9/5、うん、よいしょ、10/6、よしよし、まあいいでしょう、ほ最後剣先滑り、くっダメだ
いいでしょ。あ、ダメだ、なんか2分の0 3分の1 よいしょ、4分の2 5分の3よいしょ、6分の4 7分の5よいしょ、8分の6よいしょ、9分の7ふえー、やれやれ、はい、終わり終わり今日ちょっと慌ただしいですよね。なぜならこのあと11時からですか、11時からあの会議オンレイルズ、オンレイルズ、はい、が行われるので家をどんぐらい出なきゃいけないのかな、あと30分ぐらいで出なきゃいけないやばいちょっと余裕ないですね、はい、まあまあ近いですけどね、浅草橋なんで、はあ、楽しみだな、どうなるのか。結構たくさんの人が応募してるんですよね、あのトークをするのに。それをなんかこうスタッフの人が団長の思いでこれとこれとこれを聞きたいみたいな感じで、聞きたい、もしくは来る人に見せたいっていう感じでピックしたよりすぐりのトークが目白押しってことそれはまあ見るしかないっていう感じですよね。本当に最近なんかウェブアプリケーションを作るぜっていう感じの仕事をそこまでやってなかったんで、なんか久しぶりになんかがっつり作ってる人たちは何を考えて作ってるのかとか、最近のレイルズはどんなもんが便利になってんのかとか、まあ、ちょっとそういうのをね、あの温度感を知りに行こうかなと思います。はあ、知らない人のために説明軽くすると、会議オンレイルズっていうのはあの Ruby on Rails っていうプログラミング言語 Ruby を使ったウェブアプリケーションを作るためのフレームワークに関する、そんなレイルズに関するなんていうんですかね、発表会ですねレイルズを使ってウェブアプリケーションを作っている人たちが持っている知見をねシェアしてくれる会ということになるわけですね全然予定を組んでなくて、あの会議オンレイルズに行くで、その6時間とかですかね、6時間とか7時間とかその講演を見て、でその後なんか多分懇親会みたいなやつあると思うんですけど、どういうのに申し込んだかとか全然把握してなくてちょっとやばいなっていう感じ。はあ、どうしようかねさてと、まあそういうわけで今日はちょっとバタバタしてるから、今日こそはタイマーが鳴ったらすぐ終わろうかなって思ってはいます。はい、昨日やってたこと、昨日は仕事をしてたぐらいですけどあんま良くないような気はするんですけど、モンスターハンターナウはやってましたよ。あの今ハロウィンイベントっていうのをやってて、そのなんかクエストをクリアするとなんかモンスターを10体狩れとかそういうのをクリアするだけでなんかハロウィンチケットみたいなのがもらえて、それを使ってカボチャ頭の装備が作れるよっていうやつやってましたけど、なんか多分ですけどイベント自体が前半戦と後半戦にどうやら分かれてるらしくて、その軽くクエストをやってカボチャ頭を作るっていうのが今の前半戦のメインのコンテンツで、それが終わるとなんかハロウィンならではっていうよりはちょっと重めの50体敵を倒せみたいなやつをクリアするとお金がもらえる。お金って言ってもあれですよ、円とかじゃないですよ、あのゲーム内通貨ですよ。ゲーム内通貨がもらえるとかっていうなんかボーナスステージみたいなやつがあるだけで、これで終わりかと思ったんですけど、続きはなんか10月30日からみたいな、なんかかねてから言ってたあの怪獣恐竜がカボチャ頭を持って現れるからそれを倒せみたいなやつそれは
どうやら今は出てないんですよ、それが。だそれが出てくるのが10月の末っぽい、どうやら。なるほどね、どうなることやら。はあ、どうなることやらですよね。なんかそのかぼちゃ頭を装備すると、1人で装備すると 5%、 2人で装備すると 10%、 3人 15%、 4人 20% 攻撃力が上がるらしくて、うちのかみさんと末っ子がモンハンナをやってるので、まあ、3人ともかぼちゃ頭を装備してですね、プラス3人ともプラス 15% の攻撃力で今プレイできてますよ。はあ、いやそれはいいですよね。ただもともと頭に攻撃力が上がる装備をつけてた人はかぼちゃ頭をつけたとて、なんかどっちの方が有利かは計算してみないと分かんないですね、うん、でもまあ全員つけてないと意味ないから、そういう意味ではねつけざるを得ないんですけど、マルチプレイをするときは。なんだかんだ言ってでもモンハンナウちょっと、かみさんと末っ子が家で待機してて、で3人でパーティー組んだ状態でわしが家の周りをぐるぐる歩いて、で戦闘に入るとギリギリパーティーの機能が働く範囲内だと3人でプレイできるわけですよ。だから9時半とか夜になってから、補足しておくと3の倍数の時間かな、9時とか12時3時6時とか3の倍数の時間になると、でかいモンスターが湧き直すんですよ。だから一回この周辺狩り尽くした後、3の倍数の時刻になると新しく湧くので、9時過ぎとか夜9時過ぎとかに行くといいんですよ。だから湧き直したやつをわしが家の周りぐるっと狩って回ると、まあ神さんと末っ子も合わせて3人で狩りをすることができると。あのペイントボールとか使わずにね、パーティー組んだ状態で、どんぐらいかな、100メートルから150メートルぐらいですかね、離れてもいいのは。それ以上離れるとなんかパーティーとして認識されなくなっちゃって、あの一狩り行こうぜって言ってもなんか来ないよとかって言われる。あの LINE 通話をつなぎながら、あの今一狩り行こうぜ送ったんだけどって言って来ないよとか来たよとか連絡を取りながらやるんですけどね。はあ、それでもまあその湧き直したあと 5,6 体家の周りにいるやつを狩れるだけでもね、だいぶ、本来は末っ子はまあ9時過ぎてもう風呂も入ってるし、もう寝る準備もできてるから家の外には出られないわけですけど、出らんないってことはないけど、まあ、出ないわけですけど、その状態でわしと一緒に狩れるからいいですよね。はあ、いつまでやるんだろうっていう気持ちはあるね。でもわしはその 5,6 体買ってもうパーティーの範囲狩り尽くしたなってなったら、さらにその日のデイリークエストをクリアするためになんかあっちの方にいるリオレウスを狩りに行くかとかって言って、さらにぐるっと回って帰ってきて、だいたい1時間ぐらいですかね、1時間ぐらい歩いて帰ってくるわけですけどすっかり毎日1時間狩って帰ってくるっていう癖がついた。まあ やれてない日もありますけど、結構いいですよね。なんかこういうその平日になんか1時間とか、1時間だとだいたい5キロとかですか、普通にサクサク歩いてて、狩りをやりながらだと3キロぐらいになっちゃいますかね。でもまあ平日に歩く癖がついたことによって、日曜日にねそこまでがっつり散歩しなきゃいけないっていう感じにもなんなくなってきた。そう考えると日曜散歩の時に歩く時間を確保しなきゃっていう縛りがちょっと抜けてきたっていうのがあるので、歩くっていうよりはなんか、なんですかね、見たことのないものを見てくるみたいな方向にシフトしてもいいのかもしれない。だから大田市場あさって大田市場行ってくるけど、大田市場は行ったことない気がするな。もしかしたらあれかもしれないですけどね、築地市場みたいに
めちゃくちゃいっぱい飲食店があるっていうよりは 5,6 軒しかなくて、あとは市場関係者だけですとかっていう風になってる可能性もある。うん、なんとか市場っていうのそんなに多くないんですよね。築地市場とこの太田市場とあと何、足立市場一応前に散歩に行った千住大橋っていう駅のあたりに足立市場っていうのがあって、そこにもその市場に組み込まれた飲食店っていうのはあるんですけど、そういうなんか市場が組み込まれた飲食店を持つ市場っていうのがそこまで多くないって聞いてるので、そう築地じゃないか、今は豊洲か築地市場は閉場していますっていうやつ好きなんですけど、わかりますあれってあれ見たいと思った時にいつでも見られるところにアーカイブしておいてほしいんですけど、ああいうのってどうしても、あ、何を言ってるかっていうと、あ、築地市場っていう市場、昔ながらの東京の卸売市場があったんですけど、そこを豊洲に移転するぞっていうプロジェクトがあって、今はもうすでに豊洲に移転されてるんですけど、築地市場を残したい人たちっていうのがいて、もう閉場しているっていうことを受け入れずにずっと営業しちゃってるっていう人たちさまざまな問題があったんですけど、それは置いといて、閉場したことを認めたくない、認めたくない人たちと、都の職員かな、都の職員で閉場しましたって言わなきゃいけない、閉場させなきゃいけない人が2人でなんか揉めてて、それをテレビカメラが、まあ、面白おかしくこう抜いてるわけですよ。で、築地市場は運営し、なんだっけな、平常していますの人と、なんだっけ、営業していますの人かな、わかんないけど、2人でこうユニゾンみたいになってて、めっちゃ面白い映像がクリップとして切り抜かれて拡散してたことがあるんですけど、あれ超好きなんですよね。ああいうのってもうなんていうか、テレビ局が気を利かせてパブリックドメインにしてほしいここまでバズっちゃったらしょうがないねって言ってパブリックドメインにしてほしいんですよね。そういう気が利いたことをしてくれませんか、テレビはなんかね、いや良くないんだと思うんですよ。多分テレビをキャプチャーしてツイッターとかに流すのはその時点では権利的には多分、厳密に言えば著作権法違反みたいな感じになってると思うんですけど、ただね、そのクリップはだって10秒とかそんなもんですよ。10秒とか20秒とかなんで、10秒とか20秒のクリップをまあ引用と言ってもいいよいやダメだ無理がある引用は厳しいかわかんないですけどねあのクリップって言った時にそのクリップを出してこないことにはどのクリップだよって話になっちゃうから引用せざるを得ないわけですよね。そうするとこれは引用ですがっていう、こういう話をするときにこれは引用ですがって言って、何年何月何日の何っていう番組の 何分から何分みたいな感じで出典を表記して引用すれば大丈夫な、引用の要件を満たすわかりませんけど、だってその平常していますのクリップの話をしたいんだから引用 しないとねそういう、そうなると別にパブリックドメインとかである必要もないのか、わかりません。でもどっから持ってくるかっていう話ですよね。その YouTube とかに転がってるやつ、多分転がってると思うし、 Twitter でも何度も何度も繰り返し貼られてると思うから、探せばまあ出てくるとは思うんですけど、そういうのを拾ってきて自分のところに引用してもいいのかどうか、あとは引用するためのこう出典表記をするための何年何月何日のどの番組のっていう情報が分かんない今のとこそういうのがあるから、なんかこれは今後引用されることがたくさんあるだろうなっていうようなクリップに関してはそういうアーカイブを作ってほしいですよね。引用するためのこう情報をこう添えた状態でアーカイブからいつでも引き出せるように
してほしい。ただ問題はそのアーカイブ自体は権利者がやらないと、アーカイブは引用じゃないからダメですもんね。はあ、難しいですな。何の話だっけ。あ、そうそう、大田市場から築地市場の話になったんだよね。やれやれ、なんか変な話してたら終わっちゃったね。ちょっと急いで出なきゃいけないから今日は終わりです。はい、バイバイ。ピー。